シャーリー・イートンはイギリスの女優、モデル。1950年代から1960年代にかけてのセックスシンボルであり、ブロンドの髪とロンドンアクセントからロンドンの魅惑的な女と呼ばれていた。同年代の映画界で活躍し、1964年公開の007ゴールドフィンガーでボンドガールを演じたことで注目を集めた。 1969年に子供を育てるために女優業を引退した。1937年にミドルセックスのエッジウェアで生まれ、キングズベリーで育った。プリンセスアベニューのローグリーンプライマリースクールに通い、アイダホスターシアタースクールに合格してドラマを専攻し、16歳まで在籍した。ベンジャミン・ブリテンのレッツ・メイクアン・オペラで女優デビューし、 1954年にはゴーイング・ to t o に出演した。1950年代を通してイートンは舞台とテレビで歌手として活躍し、出演したバラエティ番組やプリンス・オブ・ウェールズ劇場で歌を披露し、多くの映画にも出演した。1956年にボートの三人男、1957年にデート・ウィズ・ギザスターに出演し、その後もライフイズ。 エーサーカス、ザガール・ハンターズに出演し、セイント天国野郎では、ロジャー・ムーアと共演している。1957年には、ユーロビジョンソングコンテストにも出場している。イートンの最も著名な実績は1964年公開の、007、ゴールドフィンガーで、ボンドガールのジルマスターソン役であり、同じく、ボンドガールのプッシー・ガロア役として共演した。 オナーブラックマンよりも高い注目を集め、同作で披露した全身に金色のペイントを施した姿で、ライフ氏の表紙を飾った。同作の全身に金粉を塗られ皮膚呼吸ができなくなり、窒息死するというキャラクター描写から、イートンは撮影中に死亡したという都市伝説が生まれた。1965年に姿なき殺人者に出演して、ヒュー・オブ・ライエンと共演し、 1967年には、一家8人逃亡す、ザミリオン・アイズ・オブ・スムルに出演している。イートンは2014年のインタビューで、私は、ザミリオン・アイズ・オブ・スムルと、ザ・ガール・フロム・リオの撮影を終えて、飛行機で帰国した後、引退する決意を固めました。二人の息子を置いて、撮影に行くことがとても嫌でした。ですが、 私はこの二つの映画で邪悪な女性を演じたことがとても楽しかったです。私はこれらの作品がカルト映画になったと信じていますと語っている。1957年にコリン・レントン・ローと結婚し、1997年に彼と死別した。彼との間に二人の息子を設け、イートンは子供を育てるために女優業から引退した。 彼女は1999年にスターログのインタビューで、キャリアはキャリアですが、私は死ぬまで母親ですと語っている。また、2008年6月18日のインタビューでも同じ言葉を繰り返し、私にとって最も重要なことは女性であること、魅力的な女優ではなく、家族を持つことでしたと付け加えている。1999年に、自伝、 ゴールデンガールを出版した。ありがとうございます。